るほどね。巨人になって戦えってことなのか。なんと伝説の兵器がこのようなものだったとは。あれは大巨人アトラス。計り知れない力を持つと言われる伝説の魔物です。あやつなら目前に迫る魔物の群れもギガントドラゴンも退けることができるやもしれぬ。いいですね。どうやって操作するの。お、アトラス対ギガントドラゴン。お、まるで蹴るだ。なるほど。三角で雄たけびで四角が叩く。おお、結構雄たけびでも800ダメージぐらい入るな。えい、すごいすごいなんかめっちゃ悪いことしてる気分になるんやけどいや、やっぱこの叩くが強いね。うん、お、敵の勢いも弱まったようじゃな。残すはあの巨大な魔物だけよ。エルワンデ防御か。さあ二人とも動き遅いな。お、来たー。さあどうやって戦おうか。ついにデカブツのお出ましだね。本陣に近づく前にぶっ倒すよ。はい、はい。敵の大振りな攻撃には防御が。防御して攻撃を。えい、隙ができるぞ。あ、防御せなあかんのか今だ。オッケーからのアタック。これは痛いカンストダメージ入ってるやん。あ、もうちょっと近づかんと蹴りが当たらんのか。お、来るぞ。からの叩く。蹴る。あ、叩く蹴る両方いけるね。叩いてからの蹴る。いいね。もうご両親いこう。えい、ラスト。もうブロックしないあ、決まらんかった。ラスト。えい、やったね。うわお、あ、消えちゃった。おお、やったー。はい、ということでね、あのコメントでちょっと装備とかを見せてほしいっていうコメントをもらったので、ちょっとね、あのスキルとか整えていきたいと思います。で、今こんな風につけてるんですけど、それフリーズブレードに入れ替えよう。前作と違ってこのドラクエヒーローズ2はこんな風にね、自分でこのどんなスキルをつけるかカスタマイズできるようになったんですね。これもね、ピンクタイフーンをね、剣の前に変えたい。オッケー。多分転職したらもっとたくさん技覚えて、もっと自由にこうカスタマイズできると思うんですよね。オッケー。はい。お金があんまりないからね、武器がちょっと買えんねんけど、今これやね。18000、2万近くする武器まで出現してますね。はい、とりあえずマリベルと主人公に装備させてるんですけど、マーニャも好きやからコータル高いけど好きの奥義。はい、ありがとな。はい、いいね、似合ってる。
それとね、アクセサリーも強化できるようになったんですね。こんな風に、あの、なんて言うんだろう、素材を集めて、このね、どん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 アクセサリーにこう追加で効果をつけられるようになったんですね。多分この最後の方に行けば行くほどより強力な効果がつけられると思うんですけど、ちょっとこの命のネックレスできるとこまで強化していきましょう。うん、本当にね、やり込み要素がめっちゃ増えて楽しい3周ぐらいするかもしれん私。はい、さあそれでは続きやっていきましょう。ほんまルーラって便利よね。お、面倒なデカブツは片付いたし、こっからは反撃やるのみだな。しゃこのマリベル様がいるんだからあとは楽勝ね。もう勝ったも同然よ。あ、いや、そうでもないみたいだぜ。ん、お、出たな。だらろ、見ろよ、敵がワンサとやってくるぜ。でかいやつの次はまた団体さんのお出ましか。やれやれ、骨が折れるね。まったくだ。まあお引き取り願うだけの話だがな。お、あ、ということはセットで来るこれ。助かった姫様、姫様来た。大好きアリーナ。スキルト、お、ナイス、いいですね。こんなんなんよスキルト。ありませんか。うん、平気、ありがとう。クリフトのおかげで助かっちゃったわ。そのようなもったいないお言葉をかけていただけるなんて、このクリフト感激でございます。ジーン。さあ、ぼーっとしてる時間はないわよ。残りの奴らもぶっ飛ばしてやりましょう。はい、姫様。このペアいいよね。かしら、敵じゃなさそうだけど。あれはアリーナさんとクリフトさんですよ。そのようです、私たちの味方ということですね。ほらほら、のんきなこと言ってないで、私たちも行くわよ。嬉しそうだ。おい、私たちも行きましょう。あの二人と協力すれば必ず勝機が訪れます。よし、俺もじわじわたぎってきたぜ。うむ、我が輩もみなぎってきたぞ。みんな、私たちに続け。今度こそこの戦いを終わらせるのだ。全部ぶっ飛ばしてやるわと。ルカナンからのバイキルト。あ、やばい、入れ替えてしまったのだ。あ、かかってるわ、バイキルト。よし、オッケー。で、サミダレ切り。おお。おラセルめっちゃなんか強なってきてんけど、食べなかったんがやっぱり武器いいの買ってあげるからかな。早い早い。戦闘を開始したもよう。分かった。急ぎ中央の敵を片付け、東西の戦線に合流するとした。これも状況を見ながら戦うってやつか。いいね。やっぱこのルカランとバイキルトの組み合わせ強いわ。またお前踊ってるし。喜んでお供する所存です。お、めっちゃ囲まれてるやん。ああ、クレティア女王が危ないわ。みんな急ぎましょう。オッケー。お、あれいるやん。
なんちゃらパンサー、ね、キラーパンサー、これで、これの機動力を利用して走っていこう。バーサスライオン、ハンターって何、今日今日じゃない、あれ、いや森の中にいるやつ、ジャガー違う。うわパンサーめっちゃ気になる、パンサー何。後で調べよう。いいね、さすがおじゃん。てかクレティア女王の HP がやばいな。どこにいる女王様、いた、この先生さっさと押し返さねばな。お、出たね、モーリアスオーカ。色違い連れてきたぞ。お、アームライオンの声。えい、こっちじゃない、あでも聞いてるわ。いやもう女王様これ下がっててください、これオッケーオッケー、ラストオッケー。お、いたいた、二人とも、アリナさんもクリフトさんもご無事で本当に何よりでした。それはこっちのセリフよ、あなたたちが大変なことになってるって聞いて私すごく心配してたんだから。その通りです、姫様は戦いの渦中にある皆さんのことをそれは案じておられたのですよ。心配かけてすまんかったな。うん、夢の中で不思議な声が教えてくれたの。え、それで別世界から飛んでこられるの。アリーナとクリフトが仲間に加わった。いやこれちょっとアリーナ使っていきたいね、うん、クリフト何やったっけ、あの防御力上げるスクルトやったっけ、使えないんだっけ。さあダラル王との最終決戦。我らに恐れをなして撤退したに違いないのだ。誰もいない、行くわよ。ん？お、お、お、あ、出た！ひゃー！消す、この世界すべて壊す、お前たち壊す、この BGM ええな。これ何？これドラクエ何の BGM？ かっこいい。さあ、いよいよダラル王との最終決戦。終わらせろと。これでエンドじゃないでしょ。不足はない。力ずくで抑え込むだけだ。スクルト、ダラル王は強力な風の呪文の使い手だ。まともに食らわないように注意しな。はい、どうしよう、呼ぶかなんてないよね。うわっ、あー、あったあったあった。せー、行きましょう。全身剣からの会心の息吹からの、あ、あかんわ、 MP 足りんのやん。痛い痛い痛い、いや結構痛いなこれ。お、冷えた。あれ、お任せください。どこに行ったのかしら。お嬢さん、回復、リフォインか。あ、なんだ、扉か。魔法陣に魔力が集まってるわ。なになに、何か来るわよ。あ、この円の中にいると回復するんだね。使いようによってはクリフト使える。痛い、なるほど。何が飛んできたって俺が守ってる、安心しなよ。もう口だけは出しちゃうな。くくるってすごいことをさらっと言うわよね。ちょっと感心しちゃうな。仕方ないわね。
お任せください。スクルト降りてこい。リクイちょっと HP やばいかな。石使った方がいいかな。やばいやばい。こうエコイミ、おー痛い。任せろ。もう竜つなぎ邪魔やわほんま。切り立て。よっしゃ行こう。潜り押し。オッケー。お、やった、折れた。お、これは。あ、仕置きに戻った。私は一体誰なの。もしかして仕置きに戻ったのか。お、これは一体どうしたことだ。ダラル王よ、どうやら正気を取り戻したようじゃな。明治様、そなたはモーリアスとフェルノークに攻め込み、力ずくで従わせた後、両国を率いてクレティアを滅ぼさんとした。世界を二つに分かつ大戦争を引き起こしてしまったのじゃ。大戦争。実に多くの血が流れた。オレンカ王の命も失われてしまった。ダラル王よ、一体何がそなたを狂わせたのじゃ。あの剣を手にした時から、突然激しい憎しみと全てを滅ぼしたいという衝動に襲われて、その後のことは何もわからぬのです。剣だと。あ、これは。あ、知ってんの。間違いありません。俺は破滅の剣です。破滅の剣。ドルネコさん知っているんですか。もちろんですとも。仕事柄古今東西あらゆる武器に精通しているつもりですよ。この剣には持つ者に強力な闇の力を与える代わりに、正気を奪い戦いに駆り立てる呪いがかけられていると言われています。どうやら伝説は本当だったようですね。あの剣は預言者と名乗る者が私に献上してきたものなのだ。預言者。もしかしてクレティア女王のところへ来たという人と同じ人なんじゃないかしら。ああ、その可能性は高いだろうね。ダラル王、その人物とは一体何者なんですか。うん、あいにくだが詳しくは分からぬ。今分かるのは、私がとんでもないことをしでかしてしまったということだけだ。オレンカ王と多くの者たちの命を奪った罪、今ここで死をもって贖わせていただこう。待たれよ。お、かっこいい。あなたの命一つで贖えるものなど何もない。受け売りやけどな。それよりも生きて自分のしたことの責任を取るべきだ。私もかつてそう悟されました。うん、うん、ダラル王よ、今後命を賭して世界の平穏を守り抜くことじゃ。それがそなたのなすべき償いであり、負うべき責である。なんか中学校の時の校長先生に似てるわ。ここに戦いは終わった。今一度みんなで平和の誓いを立てようではないか。うん、分かたれたこの世界を再び一つとするためにな。うん、いいじゃないですか。みんな聞いてくれ。
よ、不戦協定を結ぶ式典をゼビオンで開くことが決まったよ。衛星不戦協定か。うん。もう二度とお互いに戦争をしないと王様たちが安こそくし合うことですと。いいですね。うん。まあそうだね。黒いフードの男まだ捕まってないもんね。いやー、まだ物語はまだまだ続くってことやね。ナルオ、ウッキウキじゃないですか。おお、ここにいたか、お前たち。どうされたのです？てっきり名士様と一緒にゼビオンへ戻られたものと思っていましたが、私を剣の呪いから解き放ってくれたのはお前たちと名士様から聞いてなと。お、なんかくれる。何？お、気合の原石だって。これ前にももらったな。お、持ってるだけですごい力がみなぎってくる。テンションの力を呼び覚まし大きく増幅してくれる。お、いいじゃないですか。ありがとうございます。はい、前夜祭の始まりですかね。なんかオレンカ兵ってみんなヒゲ生えてるんだよ。まったく、よくやるぞ。盛り上がってきたね。いいですね、いいですね。これは皆さん、何が見えるんですか。いかがですか。お休みしておきます。あの、私はまたですね。お、うまそうだな。ありがとう、もらってくよ。前夜祭をやるなんて、名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカ王にも見せたかったな。そうだね。この子たちいとこ同士だっけ。二人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと、明日は大事な日なんだから羽目を外しすぎちゃう。ほら、院長も行くぞ。ちょっと私なんかこういうの見たことある。敵の作戦じゃないの、こうやってみんなにお酒飲まして。食べられないぞ。うん、ちょっと起きなさいよ。怪しい、うん、何かがあるぞ。いつの間にか眠っちまったのか。うん、僕まだ眠いよ。かわいい。あれ、もう一度くまなく探すのだ。何、王都に残った兵たちにも知らせを。何があったの。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているな。ゆうべは確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。ストライキかな。申し上げます。ボロボロじゃないか。お前たち、この有様はどうした。一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず。王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、フェルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと、我々の国では。バカな、すべての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。メス様、
時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。え？あ！我ら双子の王のもとに。え？チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから。スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。